パリオリンピック第6日の31日、柔道女子70キロ級が行われ、初出場のニ添ゾエ先、28、イコール自衛隊イコールが準々決勝、敗者復活戦と敗れてメダルを逃した。写真まとめ、準々決勝で敗れ、肩を落とすニ添ゾエ先。柔道女子は初日以降、今一つ波に乗れないまま、競技終盤を迎えている。 日本勢3大会連続金メダル獲得を期待された70キロ級での新添先の不振も象徴的だった。サネファンダイ系オランダ、との準々決勝。女子の増ウ勝克監督によると、開始早々に左腕を負傷した。相手の引きつける力に抵抗しようとして、突っ放ねた時に違和感を覚えたという。腕に力がうまく入らないまま思うような柔道はできず、 中盤に小外刈りを喰らうと、そのまま局面を変えられずに敗退。敗者復活戦でも痛みは引かず、相手を攻めあぐねて指導3つによる反則負けでメダルも逃した。2023年世界選手権金メダリストは、初出場の五輪に頭が真っ白になってしまって、気づいたら指導を取られていた。この階級自体への期待が、主にになってしまっていた。 初日は48キロ級の角田夏美、SBC 湘南美容クリニックの金メダルで盛り上がったが、52キロ級の東京五輪女王、安倍歌パーク24の2回戦敗退を含め表彰台の頂上が遠い。これで2日連続のメダルなし。マスジ監督は地元の欧州勢の目の色が違う。 個人種目7階級中6階級で表彰台に立った自国開催の東京五輪とは一転して苦境に立たされている。パリ岩壁春。